日本共産党日本の歌声実行委員会歌劇、沖縄歌劇、沖縄パート不所販病死歌劇、沖縄全幕台本第一公表死歌劇、沖縄は1960年代後半に歌声運動の活動家たちが日本共産党の組織的な指導と援助の下で集団創作と全国上演運動を行った日本のオペラである。作品名は通常、歌劇、 沖縄が一体連続の形で、過激、沖縄と称され、表記される。過激、沖縄の制作目的は、当時米軍占領下にあった沖縄の基地なし、核兵器なし全面変換と、1970年の日米安保条約自動延長の阻止、条約廃棄を求める国民運動を音楽作品の集団創作と全国上演活動を通じて組織することであった。 1967年8月20日、第4回日本の歌声実行委員会は、アメリカのベトナム侵略最前線基地である沖縄を主題としたオペラを作り、沖縄の即時無条件変換と日本独立のための戦いを発展させようとの方針を打ち出し、オペラ沖縄政策実行委員会を設置。1967年日本の歌声祭典での演奏発表を目指して、 集団創作の呼びかけを行った。同年11月27日、1967年日本の歌声総会で特別決議。歌劇、沖縄全曲を1968年6月までに完成させることを目標とし、そのために各加盟サークル合唱団に、歌劇、沖縄の専門部を設け、制作ニュースを発行、普及して、 多くの創作活動家の結集を促し、制作、上演のための資金乾杯を全国的に推し進め、日本全国で上演活動を起こすことを決定した。歌劇沖縄制作実行委員会に加盟したのは、老音、統一劇場、日本民主青年同盟中央音楽院など、主に日本共産党との関わりが深い初団体であった。日本の歌声実行委員会、 常任委員会事務局長であった藤本洋は、1972年、過激沖縄第二次全国ツアー公演に関連して、日本共産党の地方組織による指導のあり方を、同等全国活動者会議で次のように報告している。サークルを指導する場合、これを組織面から指導しようとする傾向が強いのですが、当支部は、サークル活動の内容指導もする必要があります。 この点で、例えば歌声の人々が歌劇、沖縄を全国的に連帯して取り上げていますが、これについて、ある県では今思想攻撃の強まる中で、これは文化と文化の戦いだ、君たち勇気を持ってやれ、と県委員会から励まされています。それで、やれるかどうかと思っていた人たちも勇気100倍して取り組みました。1972年、 日本共産党大阪府委員会文化部長、熊野裕二郎は、第二次全国ツアーの大阪公演を控え、同府委員会機関紙『大阪民主新報の読者に向けて、公演成功のために来庁することを呼びかけた。今全国的に、歌劇、沖縄の第2次公演が行われています。大阪では、沖縄返還同盟、大阪文化団体連絡会議、関西音楽舞踊会議、 大阪ローン、大阪歌声協議会などが中心となり、上演実行委員会を作り、公演を成功させるために、懸命な努力を行っているようです。この過激、沖縄の公演内容は1953年に、沖縄の伊マ島、マジャブラクで実際に起こった、米軍による農地の取り上げに反対する農民の、戦いを中心に、沖縄全土に広がった。 一つぼたりとも渡せないという県民の不屈の物語を新生日本交響楽団の還元楽に載せ、声楽家の中澤勝ら、瀬野光子さん、関西合唱団などが合唱で歌い上げるという現代歌劇です。この歌劇は第一次公演の時も見ていて聞いていて沖縄県民の根強い勇気と天与の明るさを感じ、苦しみと怒りが湧いたという感想が寄せられ、 反撃者の中に非常に大きな感動を呼んだものです。第二次公演では、さらに第一次公演の内容を改作し、演奏創造を発展させていると言われ、今平和を愛する大勢の音楽家たちが、一つに結び合って、演奏力量を高める努力を日夜行っているようです。このように、平和で健康な音楽であり、沖縄返還を目指す今日の沖縄の戦いを綴った、歌劇、 沖縄を一人でも多くの人が感激し、公演が成功するよう、読者の皆さんに訴えます。第二次全国ツアー公演の終了後、藤本洋は日本共産党及び民主青年同盟の地方組織が果たした役割を次のように記している。過激、沖縄第二次全国公演は、6月15日、東京渋谷公会堂で満員の聴衆の熱気。 あふれる拍手と声援のうちに幕を閉じた。今回の第二次公演は、北は帯広から南は長崎に至る全国26都市で行われたが、どの会場も舞台と聴衆が一つに溶け合い、バレンばかりの拍手の中で公演が行われ、その聴衆は5万4000人を超えている。 この数は一昨年行われた第一次公演の1回あたり200人を上回る数であり、一般的には再演が大変困難な状況の中では一つの驚きでもある。日本における創作オペラ上演が一度には数回しか可能でない状況から見ると、日本のオペラ運動の上にも意義を持つものと私たちは自負している。ではなぜこのような状況が過激、 第二次公演に出現したのであろうか。和歌山市では、市内から5時間もかかる実家へ、自分が出演するオペラだと言って出かけ、家族ぐるみで聴きに来た。西宮市では、歌劇のポスター張りに出た一青年が逮捕されたことに、対する釈放のための行動が起こされた。長野市では、盲目の一青年が、音楽センターが出した沖縄のレコードを聴き、 ぜひ同じ境遇にある青年たちに聞いてもらおうと、その解説を展示に打ち、一人一人を回って60人もの盲人を組織したこともある。また、津市では高校生が中心となって各校に呼びかけ、60人を組織しただけでなく、当日の裏方までを引き受けてくれた。函館市では、函館ドックの労働者が、春闘の職場闘技と合わせて過激参加を闘技し、 大量の参加と男性合唱を見事に歌い上げ、青森の東北電工の労働者も海を越えてこの演奏に駆けつけてきてくれた。福岡市では中小企業の社長が沖縄は日本人全体の問題だと言って十数人の社長を組織して聞きに来てくれた。京都の二川知事は資金融資を提供し、大阪の黒田知事一家、各市長は 数十万円の援助金を提供してくれた。こうして北九州市では放送局や新聞社が事務所や練習会場を提供し、北九州、長野、兵庫、千葉、東京ではテレビラジオによってこの内容が報じられ、朝日、毎日、中日などのほか各地方市はこぞってこの記事を取り上げるに至ったのである。また、 今回の過激講演の一つの特徴として、共産党と民政が、聴衆の組織に積極的役割を果たしていたことが挙げられ、広範な人々と深く結合して、多面的、総合的な活動を着実に進めていることを感じさせられたのである。1967年11月7日、沖縄県那覇市の琉球新報ホールで模様された、第6回沖縄の歌声祭典で、過激・ 沖縄の抜粋であるプロローグ開幕の合唱が沖縄青年合唱団により初めて公開演奏された。1967年11月25日、東京都の日本武道館で実施された1967年日本の歌声祭典大音楽会で、いわゆる本土で初となる歌劇沖縄の抜粋演奏が行われた。演奏された抜粋曲は 上記、沖縄での初演と同じく、プロローグ、開幕の合唱であった。1969年12月10日、渋谷公会堂にて、約120分フルート1、ピッコロ1、オーボエ1、クラリネット1、ファゴット1、フォルン3、トランペット2、トロンボーン1、ティンパ2、シンバル、タムタム、小太鼓、大太鼓、第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、チェロ、 コントラバス、ハープ歌劇、沖縄の楽譜には、琉球音楽の、マミドーマ、キーフーゾウ、ユンタ、クニガミパチリ、チンジョクゼツ、シキクゼツなどが編曲の形で取り入れられている。それらの編曲は、カナイキクコチョ、琉球の民謡のフレーを転挙としている。ただし、1972年版序曲の合唱旋律として現れる、トバラマは、初にフレが記されておらず、 別の転居、または、財布によるものと推測される。1970年全国ツアー公演に際し、下記の著名人が、賛同者、支持者として、名を連ねた。石垣綾子、宇野重吉、宇龍忠夫、大友淳、木下淳二、清瀬康二、熊谷健一、佐乙女勝本、鈴木水穂、須藤五郎、瀬永亀二郎、滝沢治、谷桃子、 富山雄三、永長井友、荷川虎ゾ平塚内町、平野義太郎、藤森誠吉、堀江雄一、間宮義夫、見戸良吉、胸方誠也、村山智義、山形優作、山根銀二、矢良長病、柳田健十郎演奏面では、中央合唱団、新生日本交響楽団、京都市交響楽団などの音楽団体のほか、作曲と演奏の指導に、 富山雄三と井上頼豊が専門家として携わった。記述のごとく、歌劇、沖縄政策、上演の目的の一つは、1970年の日米安保条約反対運動を組織することであった。そのため、第一次全国公演の日程は、下記の通り、同年4月2日から、 安保条約の自動延長期限である6月23日直後までの期間に設定された。1970年1972年2019年、埼玉県新座市で歌劇沖縄全曲の公開演奏が行われた。全曲の投資・演奏が1972年の第二次全国ツアー公演以来47年ぶりに実現された。公演の詳細は、 以下の通り、ありがとうございます。